ディフェンスとしては、完封目指した中での失点で、まあ、2本ぐらい、立ち合いに行かれたというのが反省で、やっぱりもうちょっと詰めきれないといけないなというのと、自分たちのミスをなくして、やっていかないといけないなというのを思って、回転寿司で例えると、まあ、大トロ、ウニといった、スタープレーヤーが多い中で、まあ、その中でベテランとして炙りトロサーモンみたいな働きをしていきたいなと思います。まあ、東京ガスさんということで、今勢いに乗ってきていると思うので、まあ、いいプレーヤーもおる中で、僕たちディフェンスが、自分たちのやることを徹底して、完封して、勝利に結びつけれるように、頑張りたいと思います。